こんにちは、ウィルツアです、えー。1月にですね、えー、ソウルのミョンドンの中心部に、えー、新しいホテルがオープンしました、えー、ロアジールホテルといいます、えー、ミョンドン中心部のです、ね、ミ,リオネミリオネビルの3階以上ですか、ねえー、の部分をホテルとして利用しているという,う新しいホテルができております、えー、福岡発で,で、ね、2泊3日のプランございまして えー、まあ,あの行きは10時半ですね、えー、午前便、で帰りは、えー、18時40分の大韓航空を使ったプランになりまして、えー、と料金が3万2 8八百円からなんですけれども、3万2 8八百円はちょっと2月の前半なので、えー 9日、10日も,もうちょっと難しいと思いますが3万6800円、これが2月18、19、24、25、26、そしてあの3月のです、ね、平日、日曜から、まあ、木曜の出発はほぼ、えー、座席がまあもちろん空いてればということになりますけれども3万6800円で、えー、ご利用いただけますのでぜひお早めにご,、えー、ご連絡ください。詳しい内容は画面下の コメント欄のところに、えー、料金詳細の URL を貼り付けておりますので、えー、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。おすすめです。